実戦配備前に10個の基礎的な対テロシチュエーションをこなしてもらいます。場所は SAS のヘレフォード基地。目的はキルハウスへの潜入とエリア内の敵の排除。近接戦では状況を把握し、敵と人質の位置を特定することがオペレーターに求められる。慎重かつ規律的に敵を一掃しなさい。今回の敵は訓練されており、軍用の武器や爆発物を装備しています。マズルディシプリンを守りながら周囲の状況を利用し、敵の銃撃を受けないように行動しなさい。脅威が無力化されるまで立ち止まってはいけない。全ての敵を排除しろ。3人だ。敵部隊排除、ミッション完了だ。特定多数の被害者を狙う攻撃は注目も集まるため、名を売りたい組織には格好の手段なのです。成功させれば自分たちの大義を知らしめ、メンバーの増加にもつながると。閉鎖空間の作戦はカバーが少なく、脱出ルートも限られる。今回は FBI スワットのアッシュを投入します。彼女のブリーチング弾があれば積極的に車線をコントロールできるでしょう。テロリストを掃討しろ。敵部隊を排除した。